あ。あ。こんばんギャラクシー。どうも。聞こえてますか？ギャラクシーゲームの音とかいかがでしょうか？さっきまでね、もうなんかこのゲーム配信の設定をするのにめちゃくちゃ時間をかかってしまっていた。やや大きい。いつもこんなもんでしたっけ。ん、それはゲーム音かな。ゲーム音が大きいってことかな。ちょっと下げる。こんなもんでどうでしょう。なんか袋のやつ開けたりしました。ガサガサ。ゲームね、今ちょっと下げたけど、どうだろう。そして今日も京都でコメントが出ない。マイクが小さいか。そしたら、マイク近づけるか。どうすかね。こんなんでどうでしょう。じゃあゲームちょっと小さくするか。こんなもん。こんなもんつってあれだよね。この音楽が、ゆったりした音楽だから全然盛り上がるところがすぐ来ないっていうね。確認ができないっていう。そしてコメントが全然出ないのはなんでなんでしょうか。こんなもんかね。そうだね、戦闘始まるとまた変わるかもしれないですね。あ、さっき再起動したからワンコメが出てね。そりゃ出ないですよね。あ、出た。出ましたね。出ましたわ。出ましたが、ちょっと上がはみ出しすぎなんで。あれ、今出たのに消えた。なんでだ。あ、来た。出た。
ゲーム配信ってやっぱ大変だな。 OK、 よし、やっとこさ準備ができましたねはい、ということで、よしあき配信、久々のゲーム配信になるんですが、まあ何億年ぶりかの囚われの魔物の続きをねやっていこうかなと思っておりますよ。みんな覚えてる？覚えてますか？俺はもう忘れているよ。もう完全に忘れているよ。なんか上の方行ってたよね。あるえ、あるえ。なんでそんな名前にしたんだっけ。もう覚えてない。けだまちゃんね。あ、けだまちゃんいたね。俺の推し魔物のけだまちゃん。で、その各キャラにカードがあって、そのカードの表裏のフレーバーテキストが結構辛辣っていうね。やつがありましたけど、まあごちゃごちゃ言ってないで始めていきますか。では続きから遊ぶ。ああ、なるほど。最近パソコンってPC を変えまして、Apple さんから Windows さんになったんですけど、ゲームパッドを買いまして、で最近その PC ゲームをゲームパッドで遊んでたりするんですけど、それのボタンの配置があれですね、そのスイッチと決定ボタンとキャンセルボタンが逆っていうね俺でもこれ慣れてるはずなんだけど、こっちで慣れてたはずなんだけど、スイッチの方で慣れてたはずなんだけど、やっぱりあれだな、やってないとダメだなどれだ、どのセーブデータだ、これが一番あれか、長いか、これだな、これだ、これです。さあどっから出るんだ、もう久々すぎてもうダメだね。ローディング長くね。あ、来ました来ました。なんだここ。なんだここ。なんだここは。どっちに行けばいいんだ、これはなんだ、これは出てきたとこなのか、それとも入るところなのか、どこだ、次の目的地、謎の地下遺跡の地下5階で扉を塞ぐ魔物を倒そうということでらしいですよ。あーでもここあれか、じゃあこっち入るとこなのかな、あ、地下5階に行くとこだったんだ。なるほどね。じゃあ行ってみますか。さあさあさあ、ボンボン。1歩目で敵が。
けましょう。すっごい静かだよ。なんだっけ、何がどうなんだっけな。ダイス5以上出れば10に与える。ジェムか、ジェムでやんなきゃいけないんだ。いバカ。運も実力のうち。ああそうですか、石川さんに言われちゃそうですわね。三段自身の攻撃に10追加する。バカじゃないの。やめてほしいな。10追加されてるやつを先にやるか。バッカ。ざけんな。なんで BGM ないの。ボスの前だからか。ボスの前だから静かなんだね。オーバーキル。運も実力のうち。そうですね。こいつやたら HP 高くね。このなんだろう、ウルトラマンに出てきそうな怪獣の子供のやつ。どうしようかな。ジェム1個増やそうかな。すごい静かな、すごい静かな戦い。どうしようかな。これかな。あ、強い。ずつ思い出してはいるが、なかなか、なかなかに。ちょっとチラッと見えたな。え、これボス？こいつボス？こいつなんかいたよね。なんかいたよね。回復しといた方がいい。スキルで回復特性。ああバカ、違う。ボタンが違うから間違える。スキルじゃない、間違えた。アイテム、
あ、こんばんギャラクシー、どうも、こだまりもさいらっしゃい。あ、皆さんのお名前言ってなかったっすね。ななこさん、水色さん、バームスさん、こだまりもさん、いらっしゃい。ゆっくりしていってください。久々のゲーム配信でございますよ。俺はスイッチとゲームパッドで全然ボタンの配置が違うので難しいです。装備装備なんか変えた方がいいかな。凍結から守るのいるか、なんか赤い心の指輪か、赤い心の指輪もいいな。すごい静か、赤い心の指輪にしようか。凍結やめて赤い心の指輪にして、ARB やりながら見てもうそれぐらいでいいですよ。別にもう凍結することないもんね。凍結することないから、あ、これいいじゃん、これにしよう。違うな。これに魔石の指輪入れても大丈夫、意味ないな。それよりは、勇猛指輪にして防御弱くなるけど、まあいっか。で、こいつに、この子に、こいつにとか言っちゃダメだね。この子に、魔石の指輪をさせて、今日までのミッション。今日までなんだ。あとちょっとしかないよ、今日まで。頑張んないとね。なんで俺こんな凍結したくなかったんだろう。何がいいかな。あ、これでいっか。よし、じゃあ進めていこっか。あのまま帰っていればよかったものをと魔物たちが言う。この先で確かめたことがあると君たちは返し武器を構えた。シャキーン。これはなんだ、3体と戦うのか4体と、あ、やっぱりあの冷蔵庫みたいなやつがボスなのかな。ハプニングカードいらないんだけど、敵見た攻撃を追加する、いらないな、大きなお世話だな。どうしよっかな。さあ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 、
お、お、使える？お、使えるじゃん。フレアパニッシャー。おー、いいね。デバフついた。おー、危ねー。レディス、あー、切りかかるで。まあ一体やっとくか。これもうほぼワンタンキルいくんじゃないの。いけねえか。ワンタンキルだ。全体攻撃なんだよ。これは回復しときてえな。ここでやっちゃってもいいんだけどな。続けてだと辛いよね。まあやっちゃうか。アルウェが、もう瀕死だよ。真ん中からやるべきだったな。と魔物たちが逃げていく。その場に残された鉄の人形は大変よくできました。先に進みなさい。これがボスじゃないんだ。優しい声で言った。ルゴールは平然を装っているが油汗をかいている。人形から聞こえる声は確かに不気味ではあるが。そしてフルケは君たちに頭を深々と下げ、皆さんを巻き込んでしまってすみませんと小さくつぶやく。謎の地下遺跡の地下5階で、扉の先へ進む。まあ一応ね、間違えた。ボタン間違えたよ。入ってみっか一回。おお、なんかいる。扉の先に一人の女性が立っていた。その姿を見て女性がね、プルケが息を呑む。ほうほう、マジか。お母さん。お母さんと。フルケが目の前の女性に駆け寄ろうとする。それをルゴールが行くなと止めた。あら、連れてかれた。お母さんと魔物に連れ去られる母親に向けてプルケは悲痛な叫び声を上げた。プルケの母親を追いかけよう。敵は出てくるのね。お、いいじゃないですか。やっつけましょう。これもクリティカル入るんだね。
やめてほしいな。ガーゴイルの星がでかいやつ欲しいな。お、行ったんじゃね。お、行ったんじゃ。どうして。おー、必中は強えな。コレクションの解放条件を満たしたため、プツプライトのエネミーストーリー裏面が解放されました。なるほど。うわー、なんか広いよ、なんか広いよ。うわ、すげえ広いすげえ広いこっち行ってみるか。何これ。ところどころ錆びてはいるが、ほこりは溜まっていないようだ。なるほど。誰かが手入れをしているのだろうか。なるほどな。あー、なんかすごい DOD のなんかなんだろうの空気を感じてきた。攻撃ある、こいつら。ミス。音が鈍いよね。ストームの星がいっぱいあるやつ欲しいんだよな。ガゴイルやったでしょ。自分を回復か。信託栄養って大ダメージ持ってんのかよ。効いてないよ。お見事。2倍を与えようじゃないか。ガーゴイルが欲しい。違った。敵全体に雷ダメージか。こいつなんか使えそうだ。
装備じゃねえな。スキルか。これランダムじゃいらねえな。お、なんか落ちてる。手に取ると仲睦まじい魔物の精巧な絵が映し出されてすぐに消えた。どういう仕組みなのだろう。だいたいあれよね、こういう実は昔は現代日本でしたみたいな、現代世界というか、すっげえあくび出る。クリティカル出ないか。アイテム、ああ欲しいやつでした。あ、でもそうでもないな。あれは防御が上がるやつか。さすがです。まだが対象を復活させ HP を最大の半分までか。蘇生系か。あー、今いるかな。蘇生いるか。いるかな。マグマタートルのなんかを条件をなんちゃらかんちゃらしました。鉄の箱にブルケの母親の姿が映る。
母さん大きくなったわね、フルケン。お父さんにそっくり。ざーっと音を立てながら怪しく光っている。しかしフルケの母親の姿はもう映っていない。映ってないんだって。かわいそうだね。ゲームシステムはだいぶ覚えてきたな。覚えてきちゃうには思い出してきたな。さあ戦闘です。お、キノコ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 。鉄の箱にフルケの母親の姿が映る。そこの子は魔物？それとも人間？ふふ、ありえない話ではないね。ないわね。意思疎通できぬ。科学者として興味をそそられるわ。そそられちゃったよ。戦闘勝利じゃん。経験してね。なんか怪しい2人だな。怪しさが怪しいな。怪しさが怪しいな。全体攻撃になるといいね。おお、1残りか。全体ねえのか。こいつやっとくか。じゃがりこ梅味を買ってきました。うん、うまい。
うまい。じゃがりこ梅味うめえな。皆さんもなんかお菓子と一緒に見てくださいね。これ広いな。なんだここ広いな。やだな。結構塩化するな。やべえ、じゃがりこが止まんねえ。じゃがりこが止まんねえ。止まんねえ。どうしよう。
já darei com mais. ワンパンって気持ちいいよね。ちょっと寄ってみたくなるよね。だからこれ何でしょう。なるほど。いるような、いらないような。やがりこの音はゲームの効果音かのように思えてあの歩いてくるね、 歩いてる音かな砂利の上を。あれだよね、さっきからこのカタツノの人ちょっと強いよね。さすがです。ここまで行かなきゃいけないのか、遠いね。どうせ宝箱あるんじゃない。ほら、おお、これあれなら持っといた方がいいな。これ別にあれか、うん、持ってなくても大丈夫。大丈夫っすよ。運も実力のうち。さっきから全然レベルアップしねえな。鉄の箱にブルケの母親の姿が映る。Thank you.
なんかもう俺の中で一つの予測されるストーリーが頭の中に出来上がってはいるんだけど、これが当たったら辛いな。もうちょいで着くぞ。すいませんね。ある意味めしてろ。じゃがりこはうめえですよ。ジェム2でこれ使えるのめっちゃコスパいいな。
です。すげえ狙われるじゃん。タイミングいいんじゃないの？このタイミングのレベルアップはとてもいいんでねえの？入った瞬間戦闘とかならないけどな。解析映画館って書いてあったね今。おー母さん、おお、ブルケの母親は魔物に囲まれて君たちを待っていた。混乱した状況の中、君はプルケの母親らしき女性に向かって問いかける。あなたは、そうね、そしてプルケの母親でもあるわ。自己紹介しなきゃね。私の名はミザル。息子のプルケがお世話になりました。プルケは動揺しながら、お母さんどうしてとつぶやいている。ミザルは優しく笑うと、この場所までたどり着いたご褒美にいいものを見せるという。ここはもともと映画館という施設だったらしい。昔の人は作られた映像をここで見て楽しんだそうだけれど、とミザルは微笑む。これから見せるのは作り物ではなく、この世界の魔物の真実だと。あら、そう言った。映画館の椅子に座って映像を見よう。はあ、まあ、その前に宝物だよね。回避、回避の意味はか、お、強そう。装備しとく。どう、ここか、ある上か。
お、いいじゃないですか。じゃあ座ってみますか。では上映開始ねと言い、ミザルは装置を起動した。映画だ映画だ。うん。昔人間が住む村がありました。そこに異形と呼ばれる化け物が押し寄せます。逃げ惑う人々を背に、一人の男が異形を倒すために立ち向かいました。ん？見るだけじゃない。これって負け格なのかな、勝ち格なのかな。イベってわけじゃねえんだ。男はなんとか異形を撃退しました。しかしまた多くの犠牲者が出てしまったと嘆きます。憤怒の異形、憤激の異形、読めない。え、何？何だって？まあ予想ね。少女はお母さん、お父さん、どこ？と涙を流しています。村を守った男は、このままではいけないと考えます。今のうちに村の人々と打開策を話し合うべきだと男は思いました。子供が、この時代世界は気候変動により重大な食糧危機に瀕していました。そしてそれをきっかけにして戦争があちこちで起きていたのです。老人はいつになったら争いが終わるのだと憤慨しています。この時代世界中で戦争が起きていました。その戦争に投入された生体兵器、それが異形です。その圧倒的な力は長く続く戦争を終わらせるはずでした。しかし戦争の最中、異形を制御する術が失われてしまったのです。
人間の手を離れた異形は暴走し、ついには人類を脅かす存在となってしまったのでした。集会所には大勢の村人が集まりました。男に説得された村人たちは最後の手段に出ることにしました。最後の手段、それは異形に立ち向かえるように人間を遺伝子改造することでした。改造した体は異形に勝るとも劣らない力を発揮しますが、外見は全く変わってしまいます。それでも村の大人たちは決めました。異形から未来を守るために、女子供と老人を安全地帯に逃がした村の大人たちは、提案した男から震える手で薬を受け取り、全員魔物へと姿を変えたのです。あっちゃ、魔物は人間を守るために進化した人間。震えるプルケの言葉にミザルはよくできましたと優しく微笑む。魔物は、僕たちは人間だ、もともとは君たちと同じね、と寂しげにつぶやく。ママ以外の人間と話すのは久しぶりだと言い、すぐ自分たちも人間だけどと訂正した。そしてたまにわからなくなるんだと自重気味に語った。この子のかぶってる帽子、ヨルハって書いてあるすごいあれだけどヨルハグッズあるんだなるほどね。魔物は、我々は人間だ、それなのにどうしてとエンサの声を上げる。異形の脅威が遠のくと、彼らは生き残った人々に徐々に迫害されるようになったのだという。ああ、なるほどな。そしてこの寒い辺境の地に追いやられ、厳しい環境での生活を余儀なくされたとか。魔物に救われた人類だったけど、あなたたちは恩人である魔物を殺しているとミザルは笑う。ママは僕たちに希望をくれた、我々が迫害されない世界にしてくれるって。この世界は間違っている、あなたもそう思うでしょう、ルゴール、ミザルが視線を送った。ルゴールは力なくうなだれている。ルゴールは何も答えない。その代わりにミザルが口を開く。仕方のない子だ、ルゴールはと。ミザルは、こちらへいらっしゃいと君たちをいざなう。ミザルを追いかけた先は、異様な雰囲気が漂う小さな部屋だった。
ミザルはここで人間を魔物に変化させる薬の研究をしているのだという。全ての人間を魔物化する。そうすることで平等な世界に変えるという。ああ、そっちに行っちゃったんだ。君たちは言葉を失ってしまっている。普段から明るいトラリスでさえも口を開かない。うん、今の左上に何か来たね。響きの鈴が使えなくなりました。セーブしとこう。トラリスはしきりに仲間の様子を伺いながら、うーうーと頭を抱えている。ルゴールは黙り込んだままうつむいている。その様子を見たミザルは、人間を魔物化する薬、ルゴールはその被験体だったと言う。でも残念なことにルゴールは逃げてしまった。ルゴールは血を吐くような声で言った。だからこんなところに来るべきじゃなかったんだ。新天地に入ってからルゴールの様子がたびたびおかしかったのは実験のトラウマのせいだったんだろう。ずっと黙っていたプルケがかすかに唇を動かした。お父さんは。そして席を切ったように、お父さんは魔物に殺されたはずです。お母さんは魔物が憎くないんですか。うまくしたれた。ミザルは薄く笑い、だって魔物を使ってお父さんを殺したのは私ですもん、と言った。おう、ミザルはあの人がいけないのに研究成果を燃やそうとするからと当然のように肯定した。お父さんは真人間でした。魔物はこの世界にとって救世主にもかかわらず迫害され、辺境の地に追いやられた。こんな不平等は絶対に許してはならない。だから私は全ての人類を魔物に変える。これは正義。それを邪魔するお父さんは死ぬべきだった。そう思わない？プルケは呆然と。これが真実。突然その瞳からは光が消えていた。パンとミザルは突然手を叩き、そろそろ時間ね、と言った。すると、ミザルに従っていた魔物たちが現れ、来たね、一斉に襲いかかってきた。夜葉推しの魔物。なんでよ。今君が戦っている相手は魔物だが、もともとは人間だ。そして君が刺激している魔物もまた元は人間。この場にいるのは全て人間だと思うと手が震えだし、いつものように戦うことができなくなっていた。いや、プルケは呆然と立ち尽くし、ルゴールは小さくなって震えている。二人もまた繊維を失ってしまっていた。トラリスだけがみんな頑張ると必死で仲間を鼓舞している。マジで。デバフしかないじゃん。
デバフしかないじゃないですか。なんでそんなに攻撃力上げてくるの。全体のスキルで振るやつだ。なるほど。魔物たちは力をため、君たちに向けて解き放つ。お、誠意を失ってしまった君たちを守ろうと、トラリスが魔物からの攻撃を必死で食い止めていた。その時準備が整ったわね。さあ今こそ平等な世界のために人間たちの世界へ進行しましょう。ミザルが高らかに宣言すると、遺跡が崩れ始めた。ミザルたちの進行は止めなければならない。君たちはすくんだ足をどうにか奮い立たせて後を追う。これ敵出てくるのか。お、唐突に現れた商人の男が興奮。男が率いる小隊は新天地でめぼしいものを探しているうちに、さっきの地震に巻き込まれたらしい。回復が欲しいな。しかし彼は目をキラキラさせながら、ここには貴重なものがたくさんありそうですねと小躍りしている。すごいなんかあれだな、バイオのビレッジのあの人を思い出すわ。どんな状況になってもたくましい証拠を見せる彼を見ている。言ってくる太っちゃう人。君は少し笑顔を取り戻した。金ならあるな。だいぶ売り切れてる。ああそうそう、商人っぽい人ね。
結構いるな。なんか今のでも別に休む。投げれいか。武器か。なんかっかな。いやー、なあ、下げだな。これより先はこれまでよりも過酷な戦いが待っているだろう。それ相応の覚悟が必要だ。え、ちょ待って、セーブさせてセーブさせて、そこまで言われたらセーブさせて。 すげえ言うじゃん、すげえ言ってくるじゃん。はい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 、 OK です、 OK です。はい、
崩壊した遺跡の地面にはぽっかりと大きな穴が開いている。あ、これ穴なんだ。そこから次々と魔物が這い出し、君たちの前に立ちふさがる。ミザルは魔物たちに向けて、地下の民だけは殺せと指示を出した。地下の民だけ、なんでと怒るトラリスに、ミザルは、地下の民は魔物に進化する薬を作った男の末裔。そして今もなお魔物たちを道具として使おうとしていると。覚えがあるでしょうと、ミザルは君に問いかけてくる。カードの束を見た君にミザルは、大変よくできましたと冷笑した。続けて男は自分の一族に保険をかけた。それが魔物を封印する能力よと告げる。ミザルは言う。魔物の力を恐れた地下の民はその能力を使って強制的に魔物を使役することにしたのだと。そうして虐げられてきた魔物たちだったが、今こそ平等を取り戻す時だとミザルは笑った。ミザルの指示を受けた魔物たちが方向を開ける。お、やったね。魔物の正体、自分の一族の正体、これまでの旅でしてきたことを思うと、君の頭の中はぐちゃぐちゃだね。みんないろんなゲームやってるね。しかし目の前ではトラリスが一人奮闘している。トラリスは叫ぶ。このままダメ、大好きなみんな死んじゃう。ダメ、仲間のために自ら死ぬのだけはダメだ、抗わなければと、君たちはフラフラと立ち上がった。お、刺激できるようになった。オッケー、そしたら回復、しなくていいか。ジェム増やして、パニッシャーする。強いね。ええー、ですね。ノーダメージです。お、いいですね。どんどん出てくる。穴からは続々と魔物が溢れ出している。
るかねか。ふらつくルゴールを見ながら君は思い返す。君は、君は自分に問いかける。何のために戦っていたのだろうかと。もともと周りに流されるままに始めたのではなかったか。綺麗な星空でしょう。外にはこんな世界があるんだって一度でいいから見てみたいな。星、そうだ、綺麗な星空を見るんだ。そして今の君には仲間がいる。一緒に星を見るのはここにいる皆と一緒でなくてはならない。おお、すごい、すごいエンディングか。未来に進む、みんなで一緒に未来に進むんだ。君は武器を高く掲げた。君の瞳に強い覚悟の光が宿った。この音楽いいな。惜しい。お、やった。穴から湧き出る魔物を次々と倒す君たち。ついに見ざるに隙ができた。イエティ、そう。おお、みんなのキャラクターストーリーが。これ以上魔物を減らすわけにもいかないと、ミザルは戦闘の構えを取った。この千年間に魔物が味わった苦痛を人間は思い知るべきだわ。千年間なんだ。300、300。
しよう。ミサルの攻撃の仕方えげつなくない？人間を前にして君たちの攻撃の手が鈍る。人間を召喚してんの。お母さん、もうやめましょう。ミザルはプルトン。命がもったいない。本当の正義はどちらにあるか。家族であるあなたならわかるはずと優しく言った。葛藤するプルケに君は。私はプルケを信じる。君の言葉にプルケはハッとする。そうですよね。だって僕がいないと皆さんいろんなこと見逃しちゃいますし、皆さんと過ごす時間はかけがえのないものでした。皆さんだけでなく、サーカス団や移動商店などの旅先で出会った長い思い出話は後にしろと、ルゴールがプルケの長話を遮る。つまりはですねと、プルケは武器を構え直す。僕にとって皆さんは家族なんです。あのカードの束を狙いましょうというプルケの判断に君はうなずいた。復活した。プルケ復活、プルケ復活。防御ダウンしたいな。すげえな、全然削れねえな。味方全体の攻撃で必ず命中する。敵はいらんのや。うわ、防御、うわ、防御デバフに防御バフ、ふざけてるな。全体うわー、ふざけてない、ふざけてない。え、強っ、え、強すぎない？
落としちゃうんだ。ジェムか、ジェム。ジェム。ジェム回復かな。削れねえ。やっと2桁。うん、ふざけんなよ。ふざけてんだろ。ジェム増やすか。回復しといた方がよかったな。なんでだ。剣剣ちゃえるじゃん。ミザルは戦う術を失った。君たちがミザルに近づこうとすると、ボロボロの魔物たちは再び立ちはだかる。なんでボロボロなんだよ。ママを助けるんだ。うわ、辛すぎない？辛すぎない？回復量。魔物の一人が、お前には魔物の血が流れているのに、なぜ人間に協力するのか。君が見守る中、トラリスはゆっくりと口を開いた。あ
たい頭良くないけど考えた。トラリスは言った。魔物が大嫌いでも魔物の血が流れる自分を受け入れてくれた人がいると。自分たちのように人間と魔物は仲良くなれるはず。だから人間を滅ぼすのはやめてほしい。アタイとアールへ、魔物と人間仲良くさせられる。仲良くさせられる。わあ、なんか来た。魔物を退けた君たちの前に今度は果ての崖にいた妖精たちが現れた。生きていたのかとルゴールが舌打ちをする。よく見ると妖精たちはフラフラだ。これならすぐに倒せるだろう。死んでもいい。絶対にママを守る。私たちの命がある限りママには近づけさせない。よせ、右左なんだ。その時、君が持つカードが光り出した。ママには本気がある。マジかよ。ママは我らの希望を殺させはしない。なんと、暴走した神獣たちは君の制御下から離脱した。ふざけんな。ダメージ欲しいよね。あ、そんなに持ってなかった。どうしよう。まあ言うてでも。
言うてな気がすんな。そっか、今セーブできねえんだ。ふざけてやがんな。そんなに変える必要もないな。妖精たちが力を振り絞り、氷の神獣へと姿を変え。そういえばそんな感じ、そんなだったな。我々の力でママを助けたメスある。自身の HP を20ずつ回復する。ふざけてる、ふざけてる、あいつふざけてる。やられた。これ勝てんの？勝てる気しらないんですけど。攻撃ダウン、やだな。状態以上回復する。状態以上だから、このバデバフが消えんのか。
あいつ回復してんな。ふざけんな。おお、オッケー。最低限。うん。氷のやつうぜえな。氷のやつなかなかだな。ああ、いらぬか。じゃあだとしたら。ジムだ。いいね、クリティカル入ってくれるのは嬉しいよ。回復し、え、ふざけてんな、ふざけてんな。いやあ、どれだ、どれだ。単純攻撃やんだ。ふざけてんな。真ん中ワンチャンいけんじゃない？いけない？ああ、クリティカル入んねえか。ミスターミルクはそうでもないか。こいつ2倍やばい、死ぬんじゃない？危ねえ。レジストってことは何かあったんだな。全体がいいな。真ん中倒せる。おお、素晴らしい、素晴らしい。こいつ全部なんでだよ。なんで攻撃上がんだよ。これで。1万2000もらえる。
経験値1万2000もらってもレベルアップしない。君たちを見るミザルの目は怒りに燃えている。もうこれしか手段はないわ。ミザルは小さな瓶を取り出す。ああ。それは魔物になる薬だった。ああ。母さん、それは。プルケの話も聞かず、ミザルは薬を飲み込んだ。なんで復活してんの？どういうこと？魔物となったミザルは神獣たちと融合した。融合したんなら一体換算しなさいよ。君たちはもう限界を迎えている。うん、これ以上戦う力はどこにもない。うん、無理無理。無理だよ。ここまでなの？いや、まだだ。すると、ルゴールが不思議な光を。不思議な光を放った。君たちの力が瞬く間に。センズだ。今の技は何です？とプルケは興味津々だ。すごい隠し玉。とトラリスは。隠し玉すぎない？話は後だ。行くぞ。とルゴールに促され、万全の状態となった君たちはあなたたちの勝利を信じます。万全でもパワーアップしたわけではないんだよな。あー、そっか。パワーアップしたわけじゃないからな。勝てんのかこれ。え？あいつ何守られてんの？うわぁ、凍結はやめて。レジストしたのに。状態以上直すか。そしたら間違えた。あ、ボタンが違う。地道に削ってるな。ふざけてんな。全くもってふざけている。10か。俺に関
全体攻撃やめた方がいいのかな。大ダメージ多すぎない？うわー、もう全体回復がないわ。てる気がしないんですけど。ケロケロ受けられない、どうしようか。なんかねえかな。素晴らしい。
あ、死んだ死んだ。プルケプルケプルケ、やばくない？これやばいな。これやばいな。やばいな。とりあえず誰かを回復しとかないとやばいな。とりあえずあれで回復して。空気読んだ感があったな。倒してしまえ。160削るのつらふざけふざけてる。
くシーンの勝てる気がしないんですけど、どれで、んで200回復するんだろうな、200じゃね、20か、20回復するんだろうな。出ないんだけど、勝てなくない？無理だよ勝てねえ、こんばん、勝てねえよ、もう無理ゲーだ。でもこれマップとしてさ、負けた。あなたの旅路はここまでのようです。来てる。っていうことはさ、そこまで戻されるんでしょう。ことはさ、あれでしょ、あのセーブできるところから始まるわけでしょ。もう1時じゃん。もういいや、もう今日は終わりね。あれは俺はどうすればよかった？もうちょっと道具を揃えるべきだった？道具きちりすぎた？
もうちょっと回復薬を入れておくべきだったか。あれはどうすればよかったんだ。レベル上げか。レベル上げなのか。ここまで来てまたレベル上げなのか。レベル上げか。お便りが一件来ているのでお便りを読ませていただきます。明日からヒプノシスフレイバー2です。ああ、そっか。はい、お便りの内容。吉崎さん、こんばんは。ギャラクシー、こんばんは。ギャラクシー、久しぶりの囚われの魔物ですね。終わりに近づいてるのかまだまだなのか何も分かりませんが楽しみにしております。ところでギャミネームのことですが、中央区の新規ビジュアル最高なのでそれだけでも見てください。新規ビジュアル最高なのでそれだけでも見てください。なるほど、了解です。いや、多分勝てば終わるんでしょうけどね。分かりやすくボスでしたからね。でもさ、セーブ、マジか、マジか。見てください、最高。はい、見ます。じゃあ、まあ次の囚われの魔物はボス戦を頑張るってなると思いますので、皆様応援のほどよろしくお願いします。本日はちょっとさらっと告知というか、あれだな、宣伝だけでもね、こちらですね、2月18日、もう再来週、来週か。2月18日っていつだ？何曜日だ？再来週か。再来週の、来週か。来週、来週だな、あと1週間ちょいですんでね、こちら行かれる方ぜひ楽しんでいただけたらなと思います。ファッショニスタということでよろしくお願いいたします。はい、では本日はこれにて、終わりたいと思います。今日のギャラクシーワードは、あそこからのあれは辛くない？です。はい、ということで本日は、長い時間付き合っていただきありがとうございました。ではでは、せーのでいきますよ。せーの、ギャラクシー、バイバーイ。ありがとうございました。早く寝てくださいね。はい、ではでは。